寒さと温度差がひどかったタイル風呂から温泉宿風のどうせなら国内ユニットバス最大級の極楽風呂へリフォーム。14日間の奇跡です。かかった総費用も公開しちゃいますよ。ある日テレビで見たとうとう新羅の CM がとっても衝撃的でした。私もこんなお風呂に入ってみたい。しかし結構お値段もするみたい。車も欲しいし、たまにしか乗れない車にする？それとも毎日でも入れる温泉宿風のお風呂にする？あなたらどっちしますか？私が選んだ答えは、それにしても今のうちのお風呂あかんわ。タイル床は冷たいし、寒くて冬はちんちん縮み上がるし、浴槽は深いし、たまに滑るし、寒いし、なかなか温まらないし。そして最近では夫婦で白髪を染めるもんだからタイルが黒ずんできたし、洗面カウンターと言ってるけど洗面器は乗らないし、最近ではマグネット式のバス用品が流行ってるからといってバス用品を買ってきたからうちのマグネットはつかないし、全然快適じゃない。そこでハウスメーカークイーンズホームの中園社長のお誘いを受けて、2020年6月8日コロナの緊急事態宣言が解けた営業初日のとうとう福岡ショールームに行ってきました。ショールームいつ行っても素晴らしいです。リフォーム大好き人間にとってはもう夢のディズニーランドです。まあでもいかんわ、ここに来たらいろいろ見てたらやっぱりいいもの、高いものを選んでしまいますね。そして私が結局選んだもの、どうせなら国内ユニットバス最大級とうとう新羅シリーズ1624サイズ G タイプに決定です。うちの既存の洗面所と浴室です。この浴室部分に新しくとうとう新羅の1624を入れるとしたらこういう風になります。当然洗面所は約半分、そしてダブルボールがシングルという風に、また新しく洗面所も作り替える、そして洗面カウンターも買い替える、さらにはこの境目であるところに基礎工事も必要になるということになります。これに反対したのがうちの嫁さん。洗面所はそのまま大きなままにしておいて向こうに出してよということになりました。外壁を壊していよいよ増築することに決定です。2020年7月13日さあいよいよ工事初日です。今日は解体職人さんが4人やってきました。いよいよ冷たいタイルのお風呂ともお別れです。27年間ありがとう。窓枠が外され外壁が壊されていきます。いよいよ人造大理石浴槽の出棺です。とうとう27年間活躍した人造大理石浴槽も撤去されました。あの白髪染めで黒ずんでいた冷たいタイル床も撤去されたところで1日目は終了です。もうすでに外壁はなくなっていますので、外との仕切りはテントのみになりました。今夜だけは泥棒さん来ないでください。さあ工事2日目です。今日は酒屋さん3人がやってきました。元々の基礎が撤去され増築部分のブロック基礎が設置されました。うわー、開けてびっくりです。浴室と接する部分の基礎の木が腐っていますね。まあよしとしましょう。これで入れ替えることが可能です。このままでは高さが不足するためにユニットバスが入らないそうです。天井もいよいよ全て撤去されます。従来使っていた水道施設は全て残したままにコンクリートがきれいに流されました。
既存のタイル壁は残したままに、左官作業は今夜は終了です。後期3日目、2020年7月15日はお休みです。その理由はコンクリートが乾かないと何にもできないからです。工事4日目、今日は大工さん初登場、3人でいらっしゃいましたよ。大量の 2×4 の木材とともに3人の大工の源さん登場です。壁下の腐っていた木材を全て撤去することから今日は仕事始めです。いいですね、真新しい木材で補強がしっかりやりかえられました。天井、そして断熱材など全て撤去です。新設されたブロック基礎の上には柱、壁枠などどんどん立っていきます。浴室の入り口側の壁枠もでき、ガラス窓もついて4日目は終了です。お、今夜の防犯テントはこの位置ですか。明日の朝ここを開けた時に誰かが浴室で飯食ってたらどうしよう。工事は5日目、今日も大工さん3人揃って登場です。浴室入り口側には石膏窓が入って、いよいよ壁ができました。浴室向こう正面の窓枠もしっかりできていますね。そして夕方には浴室内のガラス窓もつき、石膏窓も離れてしっかりと壁ができました。外壁の中には断熱材がたっぷり埋め込められています。シャーッと増築部分の壁もできたところで5日目は終了です。工事6日目、水道屋さんが一人でやってきました。誰も手をつけんで放置されていた水道設備を水道屋さんがどげんかしてくれます。水道屋さんは既存の設備をきれいに撤去した上で新設備につなぎやすい状態を作り上げます。そういえばうちの嫁さんが言ってました。ついでに27年間使ってきた洗面所の混合水栓も新しかとに取り替えてよ。あ、キッチンの方も今流行りの白鳥のごとあるおしゃれな混合水栓がよかね。ということで、私の方で前もって楽天でおしゃれな混合水栓を買っておきました。なんと中国製です。中国からの直送品ですから国内メーカーの約3分の1のお値段です。安価です。水道屋さん、取り付け説明書が日本語じゃなかと言いながらイラストだけを頼り心よく取り付けてくれました。どうですか皆さん、いいでしょ、おしゃれでしょ、マーライオンみたいでしょ。キッチンの方も悪戦苦闘を繰り返しながら取り付けてくれました。どうです、 LED のネオンが綺麗でしょ。この光、電池じゃないんです。電気でもないんです。水力で光るんです。すごいでしょ、中国の技術。工事7日目。でも工事はお休みですが、またまたうちの嫁さんからリクエストです。シャンプーラックが欲しい、スポンジラックを買い替えてくれ。ってことでダイソーに行ってワイヤーネットと固定フックを買ってきました。ワイヤーネットを固定フックで取り付けます。さらにこちらはダイソーで買ってきたワイヤーネットカゴと詰め替えボトルです。
総額税込みで660円です。工事は8日目、いよいよ TOTO 関連の設備屋さん4人が登場しました。この日の早朝、4トン車いっぱいに積み込んだユニットバスの材料が全て到着しました。それにしてもすごい数の部品パーツが下ろされていきます。作業は大きく3箇所に分かれて分業です。見てください、浴槽というよりもモーターボードです。こちらでは壁や天井のパネルを組み上げていきます。モーターボードがいよいよゲートインされ、TOTO名物のこっからリーフ化が敷かれました。お、浴室の中に浴室が、いよいよ壁や天井のパネルが組み上がってきました。これがスーパーワイド浴槽ですか。でかすぎたなと思わせるぐらいめちゃくちゃでかい。上にはオーバーヘッドシャワーも取り付けられました。さあ、工事は9日目です。今日も設備屋さんお二人で登場です。すべての備品、パーツが取り付けられ、水道管もつなげられました。本当に浴室の中に浴室ができていますね。これで9日目を終了です。工事は10日目、大工さん3人、電気屋さん1人、鈴鹿部屋さん1人、合計5人の方々が、職人さんがやってきました。さあ、急ピッチで作業を進めます。既存の浴室とユニットバスとの隙間は全て埋められます。壁の中に入り込んでいた整備ダンスも撤去され、撤去後の壁面の修復作業も急がれます。最近やたらとうるさい換気扇も付け替えを依頼していたのです。まずは先行電気屋さんの攻撃です。電気屋さんが既存の換気扇を取り外し撤去を行いました。すると間髪入れず高校大工さんの攻撃、新規の下地を作ります。下地ができたらすぐに電気屋さんが追い打ちをかけます。新しい換気扇の取り付けです。お見事、電気屋さん新規の換気扇の取り付けの完了です。ちょっと待った、すぐに今度は大工さんがキッチンパネルを取り付けます。おお、いい感じです。素晴らしい、キッチンパネルの取り付け完了です。これでグリルコーナーがかっこよくなりました。大工さんは知らぬ間に洗面所の整理ダンスも見事に埋め込み、そして浴室につながる白いドア枠も見事に取り付けておられました。一方、家の外では外壁屋さんが真新しいサイリングを取り付けています。11日目、今日は外壁を仕上げるためにコーキング屋さんがやってきました。サイリングの目地は既存の壁との隙間をコーキングで埋め込んでいきます。増築部分だけですので、サイリングのコーキング作業は2時間ほどで完了しました。工事12日目、今日はお休み。次男家族がやってきて、浴室改築祝いのプレゼントを持ってきてくれました。次男家族は自ら持ってきた浴室改築祝いを使って新浴室を満喫してました。工事13日目、今日は内装屋さんお二人が登場です。
内装屋さんは洗面所の新しい空想を張っていきます。お見事です。綺麗ですね。工事14日目、翌日も内装屋さんがお一人でいらっしゃいました。今日は前日やり残した床面のシートを貼っていきます。床面シートを貼り終えたところで内装屋さん、今日は午前中で終了です。工事14日目、2020年7月28日、いよいよ完成です。